どうも。いやー、真夏でございます。3連休ということですけれどもですね、この3連休こそ2024年の夏そのものみたいな感じがすると思うんですけど、そんな中今日はですね、お届けしたのはチューブです。中で、夏の曲、名曲ってたくさんあるんですけど、夏を代表するアーティストってチューブさんですよね。やっぱりなんかそのアーティストとして夏代表っていうのは素晴らしいと思うんですけど、まあもうガズレレでももちろんたくさんの曲取り上げているんですけど、その中でね、今日はちょっとね、特別編としてメドレーでお届けしようかなと思ってるんですけど、あー夏休みとシーズンインザサンをやっていこうと思います。でこのガズファーストテイクはこのね、一発撮りなんですよ。何の変哲もなく編集なしで、ずっとカメラ回しっぱなしのその生々しい感じの演奏ということで、いつもガズが自由奔放思うがままにね、演奏してるところをね、見ていただこうと思うんですけど、今回はですね、あー夏休みに関してはね、めっちゃレゲエでやってみようかなと思っております。はい。今回は両方ともね、アンプしてるわけじゃないんで、ここに楽譜譜面台があって楽譜見ながらやるんですけど、それでもね、このなんていうのかな、エモーショナルな感じが出せる雰囲気、ぜひ見ていただければというふうに思います。じゃあまずはそのレゲエバージョンのあー夏休み、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ファイブ。こういうの好きなんですね。これいいでしょ。このディレイっていうエフェクターを手で表現してます。こういうの好きなんですね。はい、夏っぽくてこう熱い感じがこうたぎってきませんか。なんかこの好きなんですね。ガズさんこういうアレンジが結構好きでですね、まあちょっとリズムとしてはね、このレゲエのリズムっていうのは難しいんですよね。カッティングがこのキレがあった方がこのね、レゲエっていうのがかっこいいんですけど、まあまあ原曲通りにやるとです、これはもうだからサビなんかはさ、ほうみたい夢とちゃうのかい、こんな出会いは、こんなグルービーな、このファンキーグルーヴなんですよ。だけどこのだいぶ変わりますよね、このリズムだけで。こういうのが面白い、弾き語りの面白いところでございましてですね、その時に、やりたいリズムをこう引き出しを、今日はどの服着ようかなみたいな感じで、そうアレンジするのも一個の弾き語りの楽しみでございます。まあ今も言ったように、要は楽譜ここに見てるんですよ。だけどなんかこう
楽譜ガン見じゃないですよ。こう楽譜を見ながらもコナンもただのこうスッと見てこう空見ながらなんかこうやりたいわけです。そんなのがね、このガズがこのガズファーストテイクで伝えたいことなんです。このみんなね、やっぱ一生懸命ね、この楽譜見ながら、みんな多分家で練習してる時、これ楽譜じゃん？こうだよ、多分。これじゃあさ、ちょっとこう体全体でこうグルーブをこう生んでいくわけですから、もう体をこう全体で音楽とする、手と口で音楽してっちゃダメですからね。このフィーリング全体、体全体でこう掴んで、こういうのがねいいと思います。あ、もし説明し忘れてましたけど、このガズファーストテイクっていうのは何かというと、この YouTube チャンネル、めちゃくちゃ有名なザ・ファーストテイクという有名な YouTube チャンネルがあって、それはね一発撮りなんですよ。もう超有名アーティストも一発撮りの緊張感の中でその楽曲を演奏するという YouTube チャンネルがあって、それにねちょっとこう感銘を受けましてですね、ガズレレでもやってみてえなと思って、ガズがもう一人でこうそのカメラの録画ボタンプチッと押して、今日この動画の一番最後にじゃあねっつってプチッと押し終わるまで一回もこのカットを入れない一発撮りなんです。だからもうちょっとこのラフなところもあります、演奏にね。やり直しとかやってないわけですから、そういうところも含めてこの生の臨場感みたいな、この本当に一緒に時間を過ごしているようなこの感じがね伝わるといいかなと思って、これ結構なもうシリーズになってますよ。概要欄に他のね曲も取り上げてるんで、ちょっと概要欄にソングリスト貼ってあるんでですね、あ、再生リストか、まあ見てください。今このお茶飲みながらやってますけどね、もう水分不足になるんでね、夏は塩分も取った方がいいですよ、汗かくからね。うん、で夏はあんまりね無理しちゃダメですよ。ほんと熱中症になったら大変ですからね、もうほんと。さあ、そういうわけでシーズン、あ、申し遅れました、あー夏休みの、チューブのガズレレレッスン動画もありますよ。こっちやってまずは概要欄にこれ貼っときますけど、あ、もしかしたらこの動画初めて見てる方もいるかもしれない。ガズレレで音楽始めてください。誰でもできる、ガズレレで始めるウクレレの方法を概要欄に貼っとくんでね、お願いします。じゃあ次はシーズインザさん行きましょうか。これはもうみんなご存知でしょう。これ僕が小学生の時にも超流行ってたもんね。はい、シーズインザさんが僕はなんかねチューブど真ん中かなって感じがするんだよな。はい、こっちはですね、まあ、ちょっとノリノリなんだけど、16ビートのノリって、まあ、キレッキレのやつでやってみようかなと思います。はい、あ、こっちももちろんガズレレ YouTube でレッスン動画上がってますからね、やってみてください。これカッティングがね、なかなかこれはすごい曲でございましてですね、ちょっとこれは、かっこよく決めていくぞと。シーズンインザサンガズレレ流ファーストテイクバージョンやってみる。
ーこれかっこいいね。このかっこいい16ビートのね、もうこれこそザ16ビートみたいな、このリズムはですね、この今のこの A メロのところ、日差しのシャワー、これかっこいいでしょ。これ裏で始まる16ビートと、この2つの16ビートめちゃくちゃ解説してる動画があるんですよ。これめちゃくちゃ見てほしい。16ビート極めたい人はこれ必見です。シーズインザサンでまさに解説してる動画なんでですね、これ見てまあもらいたいなというふうに思うんですけれどもですね、まあまああの16ビートの曲を極めたいならやっぱこの辺の曲をトライしていただくとすごくいいかなと思います。やっぱり簡単じゃないですよ。これもうだからもう体で今もこうこういうね、このやっぱ体からグルーブを生み出すわけですから、チューブの曲はねやっぱこういうねリズムが本当はいいですね。あのさっきのあ夏休みはねちょっとこうなんていうのかな、外しに行ったレゲエバージョンだったんですけど、まあやっぱり王道はこの16軽やかなね16ビートかなっていう、爽やかなんだ。はい、というわけでチューブのね、2024年夏スペシャルメドレー、やってみました。あー夏休みとシーズンインザサンでした。それぞれの動画ね、ガズレレレッスン動画概要欄に URL 貼っとくんで、トライしてみてください。はい、そしてもういろんなお知らせねもさせていただいてるんですけど、とにかくあのお願いします。まずねこれが一番大事かなというか、タワーレコードのイベントですね。ぜひ皆さんウクレレ持って駆けつけてください。8月18日東京渋谷のタワーレコード、8月24日、長野県上田市のタワーレコード、9月の8日8日大阪八尾のタワーレコードで開催。どなたでもウクレレ持って参加でしていただけるんですけど、この3店舗様で本の予約、本の予約っていうのは何かというと、この黄緑色の本の予約をしてほしいんですよ。この黄緑色の本の発売記念無料インストアライブイベントがこれなんです。だからこっちの本がね、これが規定になってますね。この本の予約をこの3つのタワーレコードさんでしていただくと、あ、ちなみに電話予約とインターネット予約ができまして、当日イベント当日に取りに行くことも可能です。ここで予約していただくと、ガズが本にサインして、その時にねちょっとこう写真も撮るよとか、あとね渋谷店はサイン券だけなんですけど、長野と大阪はですねイベント開催時に前の方のちょっといいエリアにあの入れるランダム抽選券っていうのもねゲットできるということなんで、ぜひこっちよろしくお願いします。詳細概要欄に貼っておきます。そしてこの本の発売が8月17日なんですけど、それとちょっと同じようなタイミングでこのガズレレフェア、昨日ちょっとご案内出したんですけど、ちょっとこの辺もねめちゃくちゃいいことになってます。このガズレレフェアであの指定のガズレレフェア開催中のお店で、本を、これ以外にもガズレレで出している全部の本対象ですけれども、ノートプレゼントとか、ウクレレ型のキャンペーンでやってますんでね、これも詳細概要欄に貼っておくんでぜひ見てくださいということで、もう情報山盛りなんですけどもですね、やっぱり夏といえばウクレレでありガズレレでありね、音楽ですよ。暑い暑いって言ってね、もうエアコンの前でドーンとしてるのもいいけど、ちょっとこう汗かいて演奏する。今もね、もうエアコン効いてるのにすごい汗かいて、歌ったらすごい汗かくからね、本当にね。まあだからそれが、まあ、いいことです。やっぱりね、楽しみも音楽も、健康も自家発電が一番いいわけですよ。自分で熱を出す、自分でエネルギーを出す、自分で音楽を生み出す。やっぱりもらってばっかりだとね、良くないよ。自分から動いていきましょう。という感じで楽しんでいければ。いうふうに思っております。さあそんな感じでガズファーストテイク、さっきも言ったけどね、他の曲もいろいろ見てくださいね。概要欄にねガズファーストテイクのこの一発撮りにこだわった演奏、他の演奏も楽しいんでですね、よろしくお願いします。てな感じで熱中症に気をつけながらもね、楽しい夏作っていきましょう。まだまだ夏これから本番っていうかね、ですからね。はい、ウクレレ持ってお出かけの時はウクレレ持って行ってくださいね。そんな感じで今日のガズファーストテイクこれで終わります。さよならバイバイ、よいしょ。